ジルビセンテフットボールクルービはポルトガルバルセロスを本拠地とするサッカークラブである。通称ジルビセンテ。1924年設立。クラブ名称は16世紀に活躍した劇作家ジルビセンテに由来する。1999から2000シーズンにはプリメーラリーガで過去最高位の5位となった。バルセロスにはバルセロス SC や ウニオン FC バルセロスなどのクラブがあったが、1924年5月3日、劇作家のジルビセンテに由来する、名の劇場近くで毎日午後にサッカーをしていた、集団により、ジルビセンテ FB として設立。当初は、トリウンフォ SC が所有していた、カンポダ・エスタソンを使用していた。1933年5月3日には、カンポダ・グランジャに5012人の観客を集め、 同地での初試合を行った。1946年9月16日の試合中にキーパーのアデリーのリベーロノボが倒れて死去し、カンポダグランチャはノボの功績を称えてエスタディオアデリーのリベーロノボに改名された。1990年プリメーラディビゾンに初昇格した。1997年にはリーガで女に降格したが、 1998から99シーズンには、リーガで女で優勝して、プリメーラリーガ昇格を決めた。昇格者年度の1999から2000、シーズンはかつて SL ベンフィカでプレーした、アルバロマガリアンイス監督に導かれ、過去最高位の5位となった。2004から05シーズンからは、エスタディオ・シダーデでバルセロスを、ホームスタジアムとし、アデリーのリベーロ・ヌボは、 株組織が使用している。シダーデでバルセロスは12,374人を収容する自治体所有のスタジアムであり、2006年には UEFAU-21 欧州選手権の開催地として2試合を行った。セルビア・モンテネグロ対ドイツ戦はドイツが1の0で勝利し、ポルトガル対セルビア・モンテネグロ戦はセルビア・モンテネグロが2の0で勝利した。 2005から06シーズン中にはアンゴラジンフォワードのマテウスを出場させたが、マテウスは出場不可能な選手であり、クラブはセグンダリーガ降格処分を受けるとともに2006から07シーズンの勝ち点を急減点された。これにより、本来なら降格するはずだった CAF、ベルネンセスがプリメーラリーガ残留となった。強制降格に加え、 2006から07シーズンのタッサでポルトガルの出場権を剥奪された。ユース世代の2チームも影響を受け、それぞれリーグ戦を行うことができなかった。2018から19シーズンは3部で戦っていたが、処分をめぐる裁判が終了試験儀が晴れたため2019から20シーズンにより特例でプリメーラに昇格した。ユニフォームから2は様々な色を試している。 当初のシャツは赤色であり、やがて緑色と白色の横縞となり、その後黄色と赤色となり、次に青色となった。近年は赤色と青色を交互に使用している。2010から11シーズンの最終節、CD、ファティマ戦では、クラブ新記録となる観客数を集めて3から1で勝利し、優勝してプリメーラリーが昇格を決めた。 この時の主力選手は、ウーゴビエーラやゼルイスなどだった。10、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。